食べてみよう。葉っぱめっちゃやばいやん、葉っぱ。これ違法ちゃん。タイトルやな、食べたことないもの試してみたシリーズ。こういう感じ。これもこれ食べてみよう。セロリや。とこれとクジラの大和煮。何大和煮ってどこ。奈良。奈良やろ。大和っていうのはでも奈良やな。大和煮ってポピュラー奈良で。鶏肉焼いていこうか。これやろ。ニンニクの旨味が効いた奥深い辛さ。箸やな。昔ながらの箸やんな。え、菜箸といえばみたいな感じの箸でいいだよ。なんでこの太さちゃうん。ちゃうって。なあ、もう折れてるやんな。チャビコどうなってるこれ。これこれほら。A 型やな。いや、さっき言っててな、決めつけたらあかんで、なんでもかんでも、うん、A 型でも、うん、それ囚われない。いやもう食べたい気持ちが早出すぎて。豚。セロリは絶対生で食べてるの。多分私これで食べたことあるかな。味わかるかな。セロリ嗅いでみた。葉っぱやな。なんかでも茎と葉っぱの味ちゃうん。あんま、うん、ここら辺食べる。いや筋取るのかな。筋めっちゃあんのよ。取らなあかんの。なんかめっちゃ口シガシガすんねんじゃない。シガ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 すんねん。わかる。シガシガって何。なんかこれだけなんか繊維残ってくるんだ。セロリの正しい食べ方ってどうなんやろ。分からへん。いつもこれセロリとか買えへんもんだって。これ分かってんな。こっちチャピコな。こっちチャピコ。ベジファースト しとこうか。いただきます。うわ、レモンやん。レモンみたいになりてんへん。みんないけるんや。めっちゃ好きやねんけど、癖あるやろ。癖なんて言ったらいいんかな。うわ、後味。何これ、コーティーみたいな出てへん。私あのミント味のアイスも食べれる派やから。いや、第1回目はレモンみたいな味って美味しかったんけど、うん、あ、筋ほら、筋見てるかね。自分どこだけ取ってんの。自分どこだけ取ったの。なんか後味、うん、わかる。好き、これが好き。あ、好きか嫌いか。後味なんかな。例えようがないから、さっきからずっと黙ってる。例えれるもん。うん、マーマレードのパン食べた後味みたいな感じ。めっちゃ懐かしい。なんでチャビコだけこんな筋出るの。なんでそんなの自分のだけ筋出るの。私のやつ筋見て、全部筋。チャビコ食べたらこんな。全部筋やねんけど。私全然筋出ねんけど。いや、これマヨネーズいる。うわ、うまっ。嫌いじゃない。う嫌いやん。辛いとこあるな。嫌いやん。そう、マーマレードの。え、別になんか、さらしてへん玉ねぎみたいな。玉ねぎ合わんな。時間が合わんな。時間精神ってことやん。うん、マヨネーズつけたら全然いける。うわ、ほら、でもだから噛めば噛むほどまずい。うまいの流れでまずい。うん、ここ食べてみよう。だから葉っぱ、葉っぱとここ味ちゃう。うわ、めっちゃもっと濃くない。うん、うえ、もっと落としてうえなるような。これはうえ、これはキラキラ。うえ、これめっちゃやばいやん。葉っぱ、葉っぱの方がやばい。これゆほこちゃん。食べていい。いいの、これ食べて。ごぼうで食べるの、これ。うん、まあ、でもマヨネーズかけたらいける。うん、誰がこんな葉っぱ美味しい好んで食べるの。え、パクチーはまた別やんな。パクチーとまた別やな、確かに。食べたことないね。出たらこの顔。違法やって。男の人もあんま食べへんんですよな、イメージ。違法な気する。違法。すごい香りくるな。うえ、苦。みんないいん。もの食べて、ここえぇーとか言って後ろに引っ張るのやめてって前が。見てこれ、うまそう。うまそう。見て、うまそう。
で、これでこのまま食べるんじゃないもんな。ほんと行こうか。こいつらもやん。あ、ちょっと待って、お湯沸いてんやん。お湯やらないな。え、湯切り口とかあるで。え、うん、炒め麺って書いてあるやん。どういうこと？湯切るん？いや、作り方分からへんのこれ。お湯切りってよく書いたらへんねん、これ作り方。書いとるやろ。書いてるやん。4分だった。待たれへん子やね、私こういうので、これな、これに美味しい唐辛子ソース。うわ、なんかドロドロ、うわすごい。命がけの湯切りで、これを入れんねんな。ちょっとで止めて並べていこう。私はいつも紅はるか、これと。でも匂いは全然いい。うわ、これもっと早く混ぜなあかんかったんちゃう？うわ、混ぜたらやっぱ、うん、色やばい。辛そうな色ではあるな、うん、色やばいし、これみんな多分食べてるやろな。食べたことあるんかな。なんか動画でよく見るもん、なんか中国か韓国かの人たちがなんかゾー言うて吸うてる。辛って言ってるわ。何も言うてはらへん。何も言うてはらへん。ただ食べてるだけやねん。そう言うたら、うん、大きすすってもぐ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 。ほんでなんか丸腸か島腸か分かれへんけど、揚げたも腸を、うん、なんなんあれ、めっちゃ美味しそうやねんけど、だいぶ豚なれへん。でも痩せてはるから、あの人たちは。色は大丈夫。え、色は、いや、この黒だっけ、ちゃうな色。あ、でも一緒か、混ぜた。あ、ほんで一個言わせてもらうと、黒だけチャピコ全然湯切ってない。お湯残ってる、全然お湯残ってる。うん、もう面倒なってるわ多分これ。下にお湯溜まってるもん。しゃあ食べようか。いただきます。まずこのチキン、チキン食べてみようか。あ、どうやろう、あ、味バカになったらあかんから、まずこのクジラ。多分一番高級やってんこれ、ヤマトリのクジラ。それすごいな、見た目美味しそう。なんかくるちょっと美味しい。うん、なんか何やろ、肉や、普通肉やな、うん、え、魚じゃないな。だから魚の部分もあるけど中間、うん、うまい。ほんで大和煮って何？いや、わかんない。しぐれ煮みたいな感じやな、うん、で、この、うん、あ、辛っ、うまっ。え、でもこれうまくない？このめっちゃうまい、ソース、うん、めちゃくちゃうまい。こんなんちゃんと辛い、うん、いや、これめっちゃうまいぞ。全然かけよう、もっとなくなるよな、全然、うん、全然いけるわ。めっちゃうまいぞ。めっちゃうまい、めっちゃうまい。スープやん。え、何これ、普通にめっちゃうまいぞ、うん、いや、飲めるわ、普通にスープ、トマトスープみたいな、うん、うん、トマトスープ。でも辛いな、うん、辛い、辛みもある。これはほんまやけど、うん、うますぎ。でもうまいわ、ビール進むわこれ。んで、例の、うん、チーズトッポギ袋だけこれでもで。めっちゃ味濃いな。だってもう匂いが濃いな、うん、これさっき食べた。辛みが残ってんねんもん、うん、あんま辛くないな、うん、そもそも、うんうん、まあ、これはこれで甘い、甘いよ、ね、変わんかなって感じ。黄色から行こう、チーズ食べたし、うん、うん、一口目やっぱりな、あのカップラーメンの麺の味すんねん、うんうん、するな。辛くない？でも辛い。あ、辛い？唐辛子ソースより辛い。そうで、麺ちゃうねんな、これ。あ、こっち太いわ、ちょっと、ほら、うまい、細かいな。チーズにはこれが合うと、うん、麺の太さまで変えてきてる。あ、辛いわ、辛な、辛っ。黄色めっちゃ辛い。で、普通のピンクはめっちゃ辛い、めっちゃ辛い、うん、いや、だからこの鶏肉のこの唐辛子ソースより全然辛いな。めっちゃ辛い、うん、うまいで、うまいけど。で、ピンク頬張りすぎ、いけるか、辛いぞ。とね、辛さ強いな、うん、全然いける。辛いぞ、まあまあ。ちょっと待って、どっちが辛い？ピンクと一緒ちゃう？辛いで。
一緒やと思う。だから黒がもっと辛いんやな、多分。いや、それだってもうめっちゃ辛そうやもん。湯切ってないからな、でもなんせ湯切り損じしてるから。力引いてる。めっちゃ強いな。辛い辛い。黄色だよな、辛い、辛い、辛い。痺れてくる。分からん、もう全部一緒やん。多分これ出汁残ってんねんもん。これを湯切れてたら分からへん。辛い雰囲気はあった、一番。ない。これがめっちゃ衝撃強すぎた。黄色で。めっちゃ辛いな。うん。この色でこんな辛いの、びっくりした。舐めてたもん、うん、舐めてた。これいったらそうやから、これと同じかな、うん、甘いわこれ。おやつ、甘いおやつや。こんなラッポッキ、何トッポッキ、トッポッキと一緒一緒、チーズトッポッキ、よく聞くやお、チーズトッポッキ。ちょっと甘いの食べるわ。濃厚なコクとマイルドな辛さは全然辛ない、うん、何も辛ない。甘い辛さって書いてあかん、マイルドな甘さ、うん、黄色の衝撃が強すぎて。だって、見て、可愛いひよこやん、うん、辛ないもん。ランパイやと思ってたらびっくりした今、うん、でも美味しい辛さ。うん、骨がヒーヒー言うぐらいの辛いやつ、うん、出てほしいよ一回。黄色がいっちゃ辛く思える。いや、これ失敗してるって、チャビコ。だって思ったちゃうもん、これ。わかる、水残ってんねん。でも辛いで、これ、うん、でも黄色辛いわ、多分。黄色辛い、反対で黄色辛い。だからこれのうまさ衝撃やったな、うん、これうまい。それはもううまくて全然食べれる。ちょっと待って、辛いな。やっぱ辛いよな。今来た。遅ない？めっちゃ辛い。遅ない？だいぶ遅い。いや、辛い。あれずっと辛い。晴れてない口。いや、これ一緒に食べたらあかんな。どれがどの味か分かれへん。でもなんかあんま酸ない感じすんねんな。ほんまは多分これやって、黒が絶対一番辛いはずやねん。待って、じゃあ黒私食べたから。いや、それとピンクあんまりか、ピンクと黄色一緒。麺違うもんな。うん、辛さ収まってきたらまた食べたなんな、これ、うん、食べてみて。うまいわ、うまい。収まってから黒食べて。辛すぎて唇につけたあかんもん。え、中に入れない。そんな辛い？辛くなってくる。唇あかんなって。確かに、うん、いや、収まった頃に、うん、収まった頃に食べたなるわ。おいしいねん。クーラーガンガンにしてますけど。でもちょっと熱いな、なんか。うまいな。湯切り。絶対犯人。湯切りやってるわ。いや、黄色がだってめちゃくちゃ辛いもん。チャピコのノルマの黄色置いとくわな。辛いの教えてほしいな。辛い視聴者さんでさ。いや、東京まで来るとか言われたら無理やで。無理やけど、大阪で。本日の食べてみたシリーズ第1弾は、また買う？うん。美味しい美味しい。ほんまやな。うん。買えよ、絶対。まあ、ピンクかな。ピンクか黒。いや、黒はだってチャビコが失敗してるから。うまいで、私黒一番。失敗してんねんな。黄色はちょっと行き過ぎ。失敗失敗。